植田英二植田英二は、千葉県立山市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現在は、日本サッカー協会特任理事、女子委員長を務めている。薬園大高校から1972年に、青山学院大学へ進学し、4年時の1975年には、日本学生選抜に選出されて、ソウルで行われた、日韓定期戦に出場。 卒業後の1976年に藤田工業へ入部するが、卒業前にも日本学生選抜メンバーとして世界大学サッカー大会に出場。入部後は FW としてプレーし、JSL 通算88試合20得点を記録するなど、3度の j s l 一部優勝と2度の天皇杯制覇に貢献。日本代表に選出されたことはなかったが、 1979年に日本選抜 B でキリンカップ日本選抜で北京招待国際サッカー大会へ出場。1982年には JSL 選抜として大部ニューヨークコスモスとの親善試合にも出場。同年引退。引退後は藤田、藤田 SC で9年間コーチを担当。小前田光ーチと共に2度の天皇杯準優勝。 フルマエデンが監督となってからは、ニカノールでカルバー・リュヘッドコーチと共に1991年の JSL2 部優勝に貢献。その後はフロントに回って、マネジメント業務やスカウトを担当し、中田秀俊氏を獲得。中田のユベントス留学にも同行し、チームから数多くの選手を日本代表に送った。1996年には、 ベルマーレの統括部長代理に就任し、中田の海外移籍の窓口にもなった。並行して、日本サッカー協会のナショナルトレセンコーチ北海道担当、協会員権ナショナルトレセンチーフコーチも務めた。1999年3月からは、ベルマーレ平塚監督に就任し、監督就任のタイミングに合わせて、藤田を退社。プロコーチとして契約を交わしたが、 前年までの中心であった中田の抜けたチームは開幕から再開を独走しシーズン途中の7月で不審の責任を取り辞任その後の平塚は振る舞いでんが代行で指揮したが再開で J2 に降格している同年12月からはアジアサッカー連盟の発展途上25カ国の一つであるマカオサッカー協会からコーチの派遣要請を受け入れて A 代表兼ユース代表で監督に就任。日本人初の海外 A 代表監督として2000年に AFC アジアカップ2000で日本代表と対戦したほかユース育成プログラムの策定並びに実践を行った2002年5月退任。同年8月から女子の指導歴を持たない初の日本女子代表監督に就任し、同年の普山アジア大会で 銅メダルを獲得。2003フィファ女子、ワールドカップで4大会連続 W 杯出場、アテネゴリン出場にも導いた。2004年9月には低迷の続いていた湘南ベルマーレ監督に復帰し、2005年の前半は昇格争いにも絡んだが徐々に失速して、結局7位に終わる。2006年は第15節までの14試合で6勝4敗4分と、 まずまずの成績を残していたがそこから後連敗を喫し、6月8日に成績不振の責任を取り辞任した。同年9月に日本サッカー協会女子委員長、2013年7月に J ビレッジを運営する株式会社日本フットボールビレッジの代表取締役副社長に就任した。ありがとうございます。